さよなら。
昔のアイドルとして頑張ってるんだよ。昔のアイドルの方、昭和のアイドル、若くて可愛い子がなんか無理して昔の曲を歌わされてると思って見てる。大丈夫と思うんですけど、1曲目ちなみに天地まりさんで、天地まり、まりちゃんからアイドルという言葉を使われたみたいなんで、あまりちゃんがねえと僕もいなかったということで、皆さんまりちゃんに感謝してほしいです。ということで、私の中で、見てわかるように19歳なんで、あんまり昭和の曲とか知らないんですけども、自分の中で、アイドルといえば、聖子ちゃんに、明菜様と思ってるんで、その、明菜様と聖子ちゃんの曲をやりたいと思います。では、ちょっと待って。今、みんな、ペットボトルになりたいと思ったでしょ。これ最後投げるんで。では、聖子さん、まず明菜様ですね、セカンドラブから。Thank you.
ありがとうございます。あなたに会いたくて、本当はこの後、続いて感想はってあれなんですけど、あ、もう無理と思ったんで、ごめんなさい。あの、え、これでも実は、一流の演出家が演出してるんですよ。あ、セルフとかにツッコミ。大丈夫ですか？あの、もしかして興味ない？大丈夫、大丈夫。やらしい目で見てますか？やめてください。あ、ちょっといいですか？あ、どう、あ、優しくあのお手柔らかく褒められて伸びるアイドルその辺はちょっとあの、はい、気をつけて。かわいい。知ってる。リクエストとかなんなんですか？おっと。え？あの、別料金になります。大丈夫。あの、中森明菜から今日あの学校あんまり持ってきてないですからね。あの、またペットボトルになりたいと思ってるんでしょ。デザイアとかできない。次次次あの、私も、まあ、あの先ほどまで見て分かるように19歳なんで、まあ、あの昔の曲ってあんまり知らないんですけど、まあ、自分がちょっと若いと青春時代だったのがおみやこクラブなんですけど、あのそこ私の話題で喋りますか？大丈夫ですか？私の話題で大丈夫ですか？ということで、あのおにゃんこクラブの曲をしたいと思うんですけども、おにゃんこクラブかわいそうな子という人がいまして、ご存知ですかね？青いスタジオンという曲がもうおにゃんこ、おにゃんこがある中で、おにゃんこの関係の中で一番売れた曲なんですけど、あなんかみんなポカンって感じですね。やります。あのその年の年間10位に売れた曲なんで、10位なんですよ。 1曲の中で10番目にたくさん売れた曲なんですけど、興味ないですか？あれ私の方が。ますね、青いスタジオン。ちなみにスタジオンってあのウィキペディアで調べると、あのフランス語でステーションということで、ここ見たら分かるようにパリ出身なんで、パリなまりがねちょっと取れないんですけど、パリ弁にこれあのもう早く見た方がいい。ちょっと待って、かわいいだけがある。頑張ります。じゃあ、青い久しぶりです。I'm not
ありがとうございました。そんなペットボトル、みんな集中しない。ちゃんと最後投げるから監督帰ってくる。それはここいっぱい舐めてからでしょ。みんなにもらって結局最終的にもあのヤフオクとかで明日なんか大丈夫です30万ぐらいで。ということで、次はですね、まあ、アイドルの曲なんで、去年久々にちょっと朝ドラを見まして、私朝ドラ、まあずっと、まあ、私もさっきも言って19歳なんでそんな過去はないんですけど、初めて見たのがおしんだったんですけども、それ以来なんかちゃんと見たのはあんまり記憶がなかったので、まあ、たまたま見出して、その主題歌だったんで AKB が歌ってましたね。まあ AKB は私が断ったんですけど、あのもう早く行った方がいいんですかね。どうなんですか。あの同じものやってください。じゃあ、 365日の紙飛行機です。
そんな見つめないでね、ペットボトル。でですね、あの私、好きなアイドル、好きなアイドルとか、まあ、好きな歌手、好きなのは、まあ、19歳でそんな最近の人なんですけども、今でも誰が好きよりかわいな子でございます。かわいな子が好きで、あのかわいな子さんがその当時ピアノを弾き語りで、なんか自分で作った曲なんですけど、それを弾き語りしてるみたいで、自分もピアノを始めようということで始め、大人の手習いで、まあ17歳、ちっちゃい時やってたんだけど、17歳からなんで、2年前から始めたんですよ。で、2年前から頑張って始めまして、はい、今一生懸命やって、まだだから残念、可愛いだけのアイドルなんでね、ピアノもまだまだなんですけど、その曲をなんか思ってあの、私、あのちょっとあの、皆さん、前世の記憶があるのかなちょっとなんか、何なんでしょうね、たまにこう、ふっとその可愛いのが好きだったんですよ、そう、17歳の時に初めて東京、あの、パリ出身なんで、パリから新幹線乗って、高校生の時にね、あの、河合直子のコンサート見に来たんですけど、その時、2年前なんですけど、あの、望みがなくて、光で来たんですよ。おかしいっすね。なんか、興味がない。あ、そう、あ、ピンとこない。あの、ある程度、年齢の方だったら、笑ってくれるんですけど、あのみんな分からなかったです。ウィキペディアで調べて。じゃあ最後、半分しながらということで、皆さんとお別れしたいと思います。
ありがとうございます。